翔平の寄付金には本当に衝撃を受けた。投手と打者の二刀流で世界を驚かせる大谷翔平選手は、慈善活動、寄付活動でも MVP 級の衝撃を与えています。その驚きは、エンゼルスの会長が本当に信じられない、頭が上がらないよと漏らすほど。大谷選手の総年収はおよそ100億円と言われていますが、本当に驚くべきはその使い道にあったのです。一体大谷選手の驚きの寄付活動とはどのようなものなのでしょうか。子供たちを救うホームラン。大谷選手が毎日当たり前のようにホームランを放つ映像が日本でも紹介されていますが、大谷選手に憧れる子供たちにとってはかけがえのないプレゼントになっているようです。2018年8月のことでした。試合前に会ったという病気の少年と、ホームランを打つから見ていてねと約束。なんとその言葉通り、見事なホームランを放ちます。別の試合では余命1ヶ月余りの少年と記念撮影をし、ホームランを約束。するとマイク・トラウト選手とのアベック弾、トラウタニ弾を放ち、少年を勇気づけました。さらにその翌月には、自身の大ファンという7歳の少年と会います。少年の名はジェレミー・ジュニア君。ジェレミー君は2016年、脊髄にウイルスが感染し、原因不明の難病を患います。体には麻痺が残り、車椅子に人工呼吸器という痛ましい姿でした。この日が誕生日というジェレミー君は、人生で初めて野球場を訪れたそうです。誕生日プレゼントは大谷選手のサインボール。しかしこれで終わらせないのが大谷選手でした。驚くことに、ジェレミー君の誕生日を祝福するように見事なホームランを打ち上げたのです。この出来事に全米から、大谷の心意気に感動して涙が出た、翔平は子供たちのヒーローだなど、大谷選手の神がかり的なホームランに称賛が相次ぎました。約束通りにホームランを打つなんて、技術だけでは到底無理な話です。しかしそれを簡単にやってのけてしまうのが大谷選手なのです。大谷選手がなぜこのような集中力を発揮できるのか、それは子供たちに対する強い情熱にあるようです。メジャー選手の中でも、子供に対して群を抜く優しさを見せる大谷選手。一生懸命に頑張る子供を放っておけない、この言葉が全てを物語っています。大谷選手は2021年に選手間投票で選ぶプレイヤーズチョイス賞に選ばれます。受賞者は賞金を慈善活動団体に寄付することが慣例になっていますが、大谷選手が寄付先に選んだ慈善団体は、まさに大谷選手らしい慈善団体でした。それがミラクルズ・フォー・キッズです。このミラクルズ・フォー・キッズは、がんなどの重病と戦う子どもたちとその家族を支える非営利団体です。一生懸命に頑張る子どもを放っておけないという大谷選手が、数ある慈善団体の中からミラクルズ・フォー・キッズを選んだのもうなずけます。翔平の行動にはいつも頭が下がる、フィールド内外で真のエンゼルスだなど、大谷選手を称賛するコメントが寄せられています。さらに大谷選手は、エンゼルス球団にも強い情熱を持っていることを過去の行動で明らかにしています。エンゼルス会長が衝撃を受けた理由、それは2021年のクアーズフィールドで行われたホームラン競争後の出来事でした。この日、日本人として初めて大谷選手も出場を果たしますが、結果は1回戦で敗退。獲得した賞金は15万ドル、日本円でおよそ1650万円。すると大谷選手は誰も予想しない意外な行動に出ます。なんと1650万円全額をエンゼルスの縁の下の力持ちである球団スタッフに寄付したのです。球団スタッフは総勢30名なので、1人当たり55万円。私がもし1650万円を賞金で受け取っても、このような粋な計らいは到底できません。実際に大谷選手は次のようにコメントしています。結果はどうであれ、ホームラン競争で得た賞金は全て寄付すると決めていた。ホームラン競争に出場する前から寄付することを決めていたようです。これにはアメリカのメディアもすぐさま反応し、大谷は本当に素晴らしい、球団スタッフというチームの裏方への気遣いを怠らないあたりが大谷の人間性などと紹介。エンゼルスのモレノオーナーも、非常に驚いたよ、彼は本当にナイスガイだ、本当に信じられない、頭が上がらないね、彼のような人間がエンゼルスにいることを心から嬉しく思う、さらに私も
彼が良い気持ちでプレーを続けられるように努力しなければと続けました。そして全米を驚かせたのが、ボクシング界のレジェンドであるマニー・パッキャオが絶賛したことです。パッキャオは自身のツイッターで、大谷選手がエンゼルススタッフに賞金15万ドルを寄付したことを紹介すると、翔平大谷に神のご加護と男気あふれる行為を称賛しています。自分の成功は自分だけが努力した結果ではなく、そこにはトレーナーやクラブハウス職員、広報といった球団職員の協力があったはずですよね。大谷選手はそんな球団職員に感謝の気持ちを伝えたかったのかもしれません。そんな大谷選手の男気はフィールド外でも発揮されています。同僚との感動エピソード。デビッド・フレッチャーは大谷選手と同じく2018年にエンゼルスに入団した同期で、年齢も同じ仲良しペアです。運命的な出会いを感じた2人はその後も何かとじゃれ合うなど仲良しな姿を見せています。大谷選手はフレッチャーのある行動に影響を受けたそうです。ある日、カリフォルニア州にあるフレッチャーの母校サイプレス高校に窃盗犯が侵入、野球部員のバッグやスパイクなど野球道具が盗まれるという事件が発生しました。フレッチャーにとってこのサイプレス高校はトレーニングで使用することもあるなど、何かと思い入れの強い場所でした。失望してしまった野球部員たちに何かできることはないだろうか、そう思ったフレッチャーは野球部員たちのために新しい野球道具を大量に届けることを思いつきます。このフレッチャーの行動に心を動かされた選手がいます。その筆頭が大谷選手、トラウトでした。サイプレス高校がチャリティーイベントを開催する際には、大谷選手やトラウトは野球道具などを寄付したそうです。このチャリティーイベントは現在でも定期的に開催されており、フレッチャーだけではなく大谷選手もそのきっかけを作った一人に挙げられています。大谷選手はコロナウイルスが蔓延し世界中で猛威を振るっている時、マスク不足が社会問題となった際、シャープマスクを医療従事者にって呼びかけています。さらに大谷選手はサイン入りバットを寄付し、オークションで190万円以上の値がついたそうです。そこで大谷選手は感謝と思いやり、そしてお互いを助け合う気持ちを持って支え合っていきましょうとコメントしています。フレッチャーのチャリティーイベントに参加したことを思い浮かべていたのかもしれませんね。この助け合い精神は当事者レベルを超え確実に広がりを見せていきます。大谷選手の慈善活動が周囲を動かす。メジャー1年目を迎えようとしていた大谷選手に一つのビデオレターが届きます。それは自分と同じ翔平という名前を持つ1歳8ヶ月の子供の両親からでした。翔平ちゃんは生まれつき難病の拡張型心筋症を患い、両親はそんな子供を見てメジャーリーグに移籍した大谷選手のように丈夫で強い子になってほしいという願いから翔平と名付けたそうです。ビデオの内容は、治療のためにアメリカの病院で移植手術を受けなければならない、翔平に頑張ってねという一言だけでもメッセージを送ってもらえたらというものでした。そのビデオには体中に管をつけた翔平ちゃんが大谷選手の二刀流にあやかり、うちも人工心臓の二刀流やな、頑張ってと励まし続けたそうです。ビデオを見た大谷選手の答えは意外なものでした。自分の名前から名付けられたことは光栄です。縁があるので何としても力になりたい。そしてついに大谷選手が国立循環器病センターにいる翔平ちゃんの元にやってきます。大谷選手はニコニコと笑顔を浮かべながら翔平ちゃんに近づき、そしてこう語りかけます。翔平です、同じ名前だね。両親はその時の様子を次のように振り返っています。嬉しかったのは翔平に優しく接してくださったことだけではありませんでした。息子の病気のことを理解しようとしてくださっている、その気持ちが私たちの心を打ちましたと語っています。さらに、これからも辛いことは続くでしょうが、大谷選手との対面が本人の生きる活力になるのでは、そう思いましたと期待を抱いたそうです。大谷選手は帰り際にサインボールを翔平ちゃんにプレゼントすると、翔平ちゃんはしばらくボールに興味津々、ちょうだいと大谷選手が片手を差し伸べると、翔平ちゃんがポイッとボールを手から離し、大谷選手がしっかりと受け止め、おお、キャッチボールだ、野球しよっかと8切れんばかりの笑顔を見せ、病室内は和やかなムードに包まれたそうです。この様子はメディアでも取り上げられ、大谷は本当に優しい、翔平ちゃんを応援したくなった
大谷選手からいっぱいパワーもらって元気になってほしいなどの声が寄せられ、翔平ちゃんはすっかり有名人に。そして大谷選手と翔平ちゃんの対面は意外な効果をもたらしました。それはアメリカでの心臓移植のための募金への問い合わせが増加したことです。大谷選手との対面からわずか19日後の募金額はなんと3億5000万円に上りました。アメリカでの心臓移植に向けて最大の懸念だった費用の問題はクリア。さあいよいよアメリカへ出発するだけとなったその日、翔平ちゃんは旅立ってしまいました。大谷選手は人間性や運が試合の勝敗を決めることもあり、ここぞという大事な場面にそれらが必要になると語ったことがあります。大谷選手が二刀流で異次元の活躍を可能にしてきたことは、人への思いやり、気遣い、子供たちへの愛情など全てがつながっているような気がします。また花巻東時代の恩師佐々木監督は大谷選手に次の言葉を常日頃から伝えていたそうです。楽しいかどうかではなく、正しいかどうかで行動しなさい。世界最高峰のメジャーリーグで大活躍する大谷選手、そのグラウンドやそれ以外での行動、ファンへの対応の素晴らしさはもちろん、積極的な慈善寄付活動が人格者と呼ばれるゆえんといえます。大谷選手の感動的なエピソードについて、ぜひ皆様の感想やご意見をコメント欄で教えていただけたら幸いです。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。